はい、今日は2月の8日、今日は水曜日、今ですね、東秩父村の道の駅、そこ行ったんだけど、今日はお休みですね、水曜日休みなんかなーなんてね、思ってまして、今途中のね、トイレのあるところでね、ちょっと小休止なんですけどね。はい、そんなわけでなんかね、ここへ、東秩父村の周辺案内図なんてねあって、ここを行ってきたんね。ここがだからお休みだったんね。それでここは彼岸花はまだこれからだね、9月頃かな。でここもなんかね、今度アジサイの道なんてね、なんかいろいろあるみたいですね。もう地図もなんかありましてね、なんかナックハイブなんてこのねありますけども、でこっち来るとね、ヤマメの里なんてね、ポピーもね、ポピーはここのもあるんかな、これ地図見ればねわかるかなと思うんですよね。はい、この辺ね、春になったらまたね、来て、ゆっくりしようかななんて思ってますけどね。はい、あ、これが、ここがみかんなんだね。ヤマメの里、ここね。それで、ポピーはどこなんだろう。あ、これはポピー、あ、ここにあるんだね。へぇ、そんな、いろいろこういうのあるみたいで、ここ風車がね、ここ回ってるんですよ。はい、こんな感じでね、回っててね。後ろなんかね、ここがトイレになっててね、こっちは何だろう、こっちはね、亀すき工程伊豆越展かな、伊豆へ。ああ、これはなんかね、こんなもんありますね。はい、亀すきのね、なんか、はい、秩父村、東秩父村と小川町もね、こういうのやってましたね。はい。だけど今日は、その、小川町はやってるんだけどね。小川町の道の駅の方はやってたんだけども、秩父村の方はね、あ、細川市ね、これね。これが、秩父村の方ですね。はい。そんなわけですけどね。はい。ここはね、ちょっとね、日だまりのとこっていうかね、ここ、ちょっと、ここ風があんまり、いくらか風が出てきたんだけどね。なんか、大丈夫ですね。はい、車全然何台、3台ばかり止められるんですよね。はい、今日はこれでね、帰りますね。はい、また春になったらね、4月頃になったら来ようと思ってますよね。はい、そんなわけですよ。はい、ありがとうございます。